YouTube マッキーチャンネルをご覧の皆様こんにちは、ベーシストのマッキーです。今回はですね、運指、左手の運指がちょっとうまく動かせない、特に小指とか薬指、左手の方もがもううまくいかない、運指の方がスムーズにいかないという質問が多数寄せられましたので、今回はね、指が動かないベース初心者のための1日3分運指トレーニングフレーズということでやっていきたいと思います。環境が良ければこれもシリーズ化していこうかなと思ってます。まずね、今日はね、それぞれのパターンでねやっていこうと思うので、人差し指中指、人差し指薬指、人差し指小指、そして中指薬指、中指小指、そして薬指小指、薬指小指のパターンはね結構難しいですね。薬指と小指だけ動かすというパターン、そのね、それぞれのねパターン、運指のメカニカルなねエクササイズから練習になりますので、皆さんね、ちょっとこういうちょっと地味な練習ですけども、指が動かない初心者、ベース初心者の方はこの練習最初1日3分もしくは2分でもいいので、少しずつコツコツやっていけたら良いかなと思います。ちょっとやってみますね。こんな感じですね。例えば5フレットからいきましょう。 A の予言の5フレット A の音からいきましょうかね。人差し指と中指、これはね結構ね難しくないんですよ。みんなできてるんですよ。むしろなんか初心者の方、薬指と小指が使えないから、この中指と人差し指だけでこう触れ、初心者の方やっちゃうっていう人多いですよね。僕が初心者の頃もなんか小指とか薬指使えないから、こうやって人差し指だけで弾いてました。こうやって、でやっとちょっと初心者1ヶ月ぐらい経ってこう中指も使えるようになって、薬指がまあちょっと上手くなって使えるようになって、小指はねなかなかね使えなかったんですけどね。だから最初ね、この人差し指中指は結構できると思いますね。そして人差し指薬指、これちょっとミュートのとこも見てくださいね。悪いでブーンってなったまま、悪いでこれこうなったまま、しっかりとミュート、右手見ててくださいね。2フィンガーの右手の方、ほら予弦の上に乗っけてるでしょ。で1弦を弾く瞬間に予弦と3弦にこう入れてでしょ。で1弦弾くときこうなってる、ここ見てくださいね。ここ人差し指、親指、右手の親指ですね。ほら、だから3弦4弦がミュートバッチリってことです。で1弦弾くときは3弦4弦で、悪い例はこのまま親指のこのミュートの位置、右手のミュートがでしないまますると、ここの3弦4弦はもうこうなりっぱですね。こうなっちゃうんですね。こうなりっぱでしっかりこう止めて、ほらミュートしっかりできてるでしょ。1弦はねこう2フィンガーで弾けば、1弦を弾くと2弦にこう着地するんで、2弦のミュートはバッチリで、そして3弦4弦はここの親指ってやっちゃいます。だからこれ、だからミュートの練習にもなるんですよね。ゆっくりのテンポでやるとねいいと思います。こうやって動いてでしょ。トッとってこうリズムに合わせてこう、これもねリズムなんですよ。リズムに合わせて動くとこうヒュッ、ミュートのこの動き方もねリズムに合わせて動くとねこういいですよね。ボーカルのなんだろう、息継ぎみたいなもんですよね。フッ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 、でこれができてるのとできてないのでね、あのベースラインの抜け方とか、あのやっぱり、ね、違うんですよ。そこがね、上手い人と下手っぴな人の差が出てくるんですよね。だからここちょっとねこだわりましょう。で次に
小指、人差し指と小指。ドゥダダ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 ここから3フレット後に来ますよね。これこういうのってね、結構ねペンタトニックとかでよくねフレージングするときこのパターンあるんで、このね人差し指と小指パターンをあのできるようにしておきましょう。この人差し指と小指がこう、この距離感がね、手がねこう開くようにしないといけないですね。こう開かないでこうなってる人いますよね。こうなかなか開かないんですけどってね。でもねやってるうちにね、あの慣れてきてね開くんで心配しなくていいです。そこは心配しなくて、こういう感じで。あともう一個ね、ここのカメラで見るといいんですけど、上からの図で、この親指の位置大事ですからね。この親指がこうなってると力が入んなくなるんです。こういう特にこうや親指の位置がこうなってると小指とここのね視点がずれちゃってるんで、小指に力入んなくなるんで、しっかりとこの人差し指と小指の、まあ、できれば中間地点にやると、人差し指、中指、薬指、小指、まんべんなく力が入るという形です。ね、ここ、これ、ちゃんと、この形覚えておきましょう。これ、ダメなれ。これ、ダメなれ。力入んなくて、こうなっちゃう。ね。で、これが、まあ、一般的な。中指、薬指がありますね。だからこの真ん中ですね、真ん中の2つですね、中指と薬指。そして中指、小指ですね。そして薬指、小指、これ一番難しいです。これが一番難しいですかね。できるだけね、できるだけこの運指は指立てた方がいいですね。まあ制覇する時もあるんですけど、こう1,2 弦を同時にこう押さえて弾くっていう制覇っていうのもあるんですけど、こういうフレーズは指を立てて一個一個きっちりこう押さえていく。だからこのフォームは卵型みたいな感じになりますね、こういう感じで。だからこう指をしっかりと立ててやる感じですかね。まとめると、これをね、1セット、今ので1セットですよね。今度5フレットからスタートして1セット終わりました。で、2セット目、6フレットからスタートするんですよ、次。で、これをまた1セットやります。で、今度7フレットからスタート。この1セット終わりました。そしたら今度8フレットからスタート。という感じでやっていく感じですかね。で、thank you.
テンポ今ねテンポ80でダーダーダーテンポ80の8分でやってますね。ゆっくりがいいですね。ゆっくりからやって徐々に上げていった方がいいかなって思います。でこれはこの練習ねずっとやってると飽きてくるので1日まあ1セットとか2セットでだいたい2分とか1分、まあできれば3分、最初の頃は3分毎日続けたらまあ1ヶ月後相当指動くんじゃないですかね。1ヶ月経ったらもうだいぶ指がこうで、ちょっともう1個ポイントがあって、これね鏡をねちょっとフェイス鏡かなでもいいから手のねこの運指のとこが映るように鏡を見ながらやってほしいです。でリズムを取りながらこういう感じで鏡をしっかり見ながら、まあ動画で撮れればいいんですけど鏡がいいかな、鏡でこうで最初メトロノームで、初心者の方メトロノームでやると難しいんでメトロノームはまず置いといて、最初ねとりあえずメトロノーム使わないでいいんで指だけ動けるように練習してもらって、指がもう慣れてきて手が馴染んできて手癖として馴染んできたらちょっと今度メトロノームでゆっくりのテンポ、いきなり速いでやるとあのモチベーション下がっちゃうんで、まずね最初はねメトロノーム使わないでいいんで指でこう、で大体ね初心者の方ね小指が使えないと思うんですよね。なぜか人差し指中指中心で弾く人が多くて薬指たまに使うからって感じで、小指をねなんとかねこう指の運指のねコンビネーションに加えるとだいぶ幅が広がるんで、ね、皆さんねちょっとねぜひともねこの今の練習ね基礎的な練習なのでやってみてください。運指トレーニングの動画が反響が大きいようだったらこのシリーズ2話3話ってやっていこうかなと思います。ということで皆さん、ぜひとも運指、左手の運指極めて修行してみてください。ということでありがとうございました。さよならさよならさよなら、コツコツ頑張ろう。 YouTube マッキーチャンネルをご覧の皆様こんにちは。この度マッキー流 LINE アットベースマガジンというものを始めました。こちらの LINE アットベースマガジンではですね、お宝ベースフレーズのスローモーション講座や最新のハッタリテクニック、そしてマッキー流のベースの音作り講座などを配信していこうと思っております。こちらの動画の下の説明欄にてマッキー流 LINE アットベースマガジンのご登録できますので、ぜひともこちらのご登録もよろしくお願いします。マッキー流モテるベースメルマガはこちら、 YouTube マッキーチャンネルもよろしくね。